Marvelous. これって絶体絶命って感じ。どうやらこれまでのようね。死ぬ？冗談でしょ。私は死なない、絶対に死なない。忍びの道を極めるまでは。だったらどうする。そんなの決まってるでしょ。アスカ、正義のために舞い忍びます。かつてこの国には忍びと呼ばれる者がいた。彼らは大名や領主といった主に仕え、諜報活動や破壊活動、暗殺などを生業とした。明治維新以降、西洋文化の流入によって日本の封建社会は崩壊し、忍びの存在を口にする者はいなくなった。どれほど時代が変わっても人の業は変わることもない。闇の世界を生きる者は必要とされ続けている。そう、忍びは今も存在しているのだ。現代の忍びの雇い主は政治家や企業がほとんどだ。雇い主の中には忍びを己の欲を満たすための道具と考えている者もいる。その結果、忍びの違法行為が横行するようになり、国も対抗手段を打ち出すことになった。国家所属の忍びを育成するというプロジェクトである。国立半蔵学院、普通科の高校である。
1919年に開校し、全校生徒は約1000人。その1000人の中に忍びを目指す生徒たちが紛れている。マンモス進学校と忍びの養成機関、半蔵学院は2つの顔を持っているのだ。忍びクラスの生徒たちは一般生徒に気づかれることなく、忍びになるための修行に励んでいる。現在は国家所属の忍びを善人と呼び、違法行為を犯す忍びは悪人と呼ばれている。そのため善人と悪人は戦う運命にある。どんな理由や事情があろうとも、善と悪は命のやり取りから逃れることはできない。これより始まる物語は忍びの女学生たちの戦いの軌跡である。それは激しくも悲しい命の証。彼女たちが戦いの先に何を見るのか、何を得て何を失うのか、それはまだ誰にも分からない。過去の自分に負けたくない、切り開く闇夜の先に溢れる情熱を心に刻み込む、もうこれ伝説の始まりの物語。過ぎ去る毎日に何を思い忘れたのだろう、幼い負けない、負けるもんか。アスカ、忍びの道を極めるまでは。アスカ、聞こえないのか。アスカ、いい加減にしろ。あれ今の夢？忍びの道は極められたか。え、キリア先生、なんで知っているの？大きな寝言だったからな。あ、とか、うん、とか。え、アスカ、眠気覚ましだ。秘伝忍法のところを読んでみろ。あ、はい。ここですね。己の限界を超えるためには大自然の力を借りて戦うべし。
これすなわち忍びの断りなり。お前たちも知っての通り、アスカはガマ、イカルガは火の鳥、カツラギは竜、ヤギウはイカ、ヒバリはウサギと自然の力を借りて秘伝忍法を発動させている。はい、私たちの必殺技です。秘伝忍法を使うためには秘伝忍法書という巻物が必要となる。お前たちがいつも肌身離さず持ち歩いているものだ。あたいはスカートの中に隠してるよ。私は胸です。え、胸？気になる、気になるね。本当に隠してるのか確かめさせろ。カツメ、やめて。いいからいいから、じっとしてればすぐ終わるから。カツラギ、授業中にセクハラはやめろ。アスカ、次を読め。はい、超秘伝忍法、それすなわち名のごとく超のつく秘伝忍法なり。これしか書いてありません。なぜこれしか書かれていないか、理由は明快だ。超秘伝忍法書は我が校の宝であり、内容も極秘となっているからだ。何が書かれているんだろう、読んでみたいな。次は基本体術の授業だ。全員屋上に集まれ。どれにしよっかな。忍びには悪人と呼ばれる者もいる。はい、知ってます。悪者の手先になる忍びですよね。ひばり、許せないな、そんな人たち。私たちは正義のために働く善人を目指すんですよね。我が校に来た時点でお前たちはすでに忍びの一員だ。学生気分は捨ててもらう。俺はお前たちを忍びとして至極だから、お前たちも忍びとしての覚悟を持て。はい。よし、では隠れ結界についても説明しておこう。忍びの血統空間、それが隠れ結界だ。忍びは戦闘モードになると一定範囲の空間を封鎖して一般人の侵入を遮断できる。隠密行動にはとても便利だが、一方デメリットもある。忍びは隠れ結界の発動を認識できるため、敵に自分の所在を知られてしまうことにもなるからだ。ふむふむ、なるほど。では実際に戦闘訓練に入るぞ。敵は俺が忍術で作り出したダミーだ。今日は学校は休みで一般の生徒はいない。誰の目も気にせず思う存分やってみろ。それでは戦闘訓練開始だ。よし、ひばりちゃん、頑張ろう。うん。アスカ、舞い忍びます。逃さない。
何が一番早くだ。残っているのはお前とヒバリだけだ。え？カツラにイカルが、ヤギウはもう忍び部屋に戻っている。なんだとほほ。ヒバリが戻ってきたらお前たちも忍び部屋に戻るぞ。こぼれ気味。自分でも信じられない評価です。これならいけそうです。着替えちゃいましょう。いい感じです。これすっごく可愛い。気持ちが切り替えられ、似合ってますか。これすっごくいい感じです。気持ちが切り替えられます。似合ってますか。いい感じです。どうでしょう。似合ってますか。どうでしょう。似合ってますか。いい感じです。忍び服は着や、どうでしょう。気持ちが切り替え、気持ちが切り替えられます。いい感じです。似合ってますか。いい感じです。どうでしょうか。気持ちが切り替えられます。気持ちが切り替えられます。似合ってますか。気持ちが切り替えられます。似合ってますか。似合ってますか。気持ちが切り替えられます。気持ちが切り替えられます。いい感じです。似合ってますか。これすっごく可愛い。いい感じです。これ動きやすいですね。Thank you.
気持ちが切り替えられいい感じです。いい感じです。似合ってますか。気持ちが切り替えられます。気持ちが切り替えられます。気持ちが切り替えられます。似合ってますか。気持ちが切り替えられ、気持ちが切り替えられます。気持ちが切り替えられます。たまにはいいですね。似合っていますでしょうか。私では似合わないのでは。こちらはいかがでしょうか。私では似合わないの。こちらはいかがでしょうか。こちらはいかがでしょうか。似合っていますでしょうか。たまにはいいですね。これを着るのですか。綺麗ですね。綺麗ですね。たまにはいいですね。似合っていますでしょうか。似合っていますでしょうか。たまにはいいです。こちらはいかがでしょう。似合っていますでしょうか。似合っていますでしょうか。たまにはいいですね。どれにしよっかな。決めちゃいました。任務の中にも修行ありです。いってらっしゃい。ひばりちゃん、どうしたの？何も言ってくれなきゃわからないよ。怒らない？怒るわけないじゃん。私たち仲間なんだから。でも…ほら、言って。ね、ひばり、秘伝忍法書をなくしちゃったの。キリア先生に怒られちゃうよね。いや、それ怒られるだけじゃ済まないと思うよ。やっぱりそうだよね。授業開始まであと少し。私も手伝うから一緒に探そう。あ、うん、アスカちゃんありがとう。で、落とした場所の心当たりは？商店街で転んだ時に落としちゃったのかも。よし、早速行ってみよう。どこだろう。道に落っこちてもないし。ん？あそこにいる人、ひばりちゃんの秘伝忍法書を持ってる。ちょっと、それ返して。
舞い忍びます。リリー開始。よし、秘伝忍法書を取り返したよ。早く学校に戻らないと。ひばりちゃん、ほら。あ、ひばりの秘伝忍法書だ。ありがとう、アスカちゃん。もう落とさないようにしっかり胸にしまっておくんだよ。皆さん、どうしました？どうしたのかと聞いているんですけど。私の話を聞きなさい。ごめんなさい。なんで喧嘩をしていたのですか？私でよければ仲裁させていただきますが。最初はみんな楽しく話してたんです。帰りに何を食べようかって。そしたらみんな食べたいものが違って、喧嘩になっちゃって。そういうことですか。それで皆さんは何を召し上がりたいのです？私が太巻きで、カツネーがラーメン、ヤニューちゃんがスルメで、ひばりちゃんが甘いもの。本当にバラバラなんですね。わかりました。難しい問題ではありますが、クラス委員として責任を持って尽力いたしましょう。スルメとラーメンに太巻きとスイーツでしたね。この辺りならどれも売っているはず。あら、どうしてでしょう。店がみんな閉まっていますが。
ほど、不良の方々が暴れているからですか。商店街の営業妨害を黙って見過ごすわけにはいきませんね。当たり前ですわ。これでみんなが食べたいものを買っていけますね。ちゃんと全員分買ってきましたよ。その上で私なりに調理してみました。え、名付けてスルメラーメン太巻きエディションミーツスイーツ。やっぱりみんな友達ですし、同じものを食べるのがいいと思いまして。これはなんて表現すればいいのか。でもせっかくイカルガさんが作ってくれたんだし、ここは思い切って。あれ、これは意外といけます。そうでしょう、そうでしょう。だけどやっぱり普通の太巻きが食べたかったです。あら、
決めちゃいました。いろんな資料が見られますよ。どれにしようかな。どの写真もいい思い出です。どれにしようかな。知らないことは調べときましょう。どれにしようかな。決めちゃいました。どれにしようかな。やめときましょうか。どれにしようかな。決めちゃいました。いろんな資料が見られますよ。どの写真もいい思い出です。どれにしようかな。行きます。忍び天地。アスカ舞い忍びます。どれにしようかな。決めちゃいました。どれにしようかな。決めちゃいました。着替えちゃいましょう。Thank you.
どれにしようかな。決めちゃいました。よし、行くぞ。行ってらっしゃい。私急いでるんで。好きです。好きです。付き合ってください。話しな。ひばり、驚きです。男か。私も興味があります。話から察するに。そうだよ、野球プロ。すごっ。それでどう。俺たちは忍びだ。分かってるって。それぐらい。はい、自主トレですから。人より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別。いや、アスカ、俺とだから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。じゃあ、おお、よせよせ、キリア。わしはもう引退。みんなに昼飯をご馳走しようと思ってな。とても美味しそうです。何？ただしい子だな。ん？ん？あ！
まさか最近話題の雑魚山強盗団。財布の中には500円しか入ってないけど、でもお金はお金、私の大事なお小遣いです。絶対に財布を取り返してみせる。
まだ終われません。